モデルプレスイコール2024年6月18日、スノーマンの渡辺翔太が16日、現地時間、イタリア・ミラノで開催のスワロフスキーが世界各地を巡回する大規模展覧会スワロフスキーマスターズ・オブ・ライトのオープニングレセプションに登場した。写真、渡辺翔太、史上最強の体疲労渡辺翔太。 スワロフスキー展覧会のオープニングレセプションに参加、エンターテインメント会との関わりはスワロービーが最も大切にしている価値観の一つ。今回、スワロフスキーと渡辺のファーストコンタクトはファッションの中心地であるミラノで実現し、渡辺は初めてスワロフスキーの歴史やブランドのストーリーに触れた。ミラノ市街やミラノのスワロフスキーストアで撮影した渡辺の写真は、 この後追ってスワロフスキージャパン公式 LINE アカウントにて公開される。1895年のブランド創立以来、類い稀なるクリスタルの輝きで人々に感動と驚きをもたらしてきたスワロフスキー。展覧会では、ファッションジュエリー、ポップカルチャーの世界における、光の巨匠、としてのオーストリアのメゾンの約130年にわたるブランドの歴史と輝きを振り返る。 スワロフスキーマスターズ・オブ・ライトは、ヨーロッパで最も古いラグジュアリーブランドの一つであるスワロフスキーの1895年からの伝統と革新的なスピリットを探求する旅。この展覧会は昨年秋に上海で初公開されたもので、ミラノの中心部にあるブレラ美術館の一部である壮麗なパラッツォチッテリオ内のサロンにて行われている。スワロフスキーが誕生した19世紀のウィーンから、 21世紀のミラノまで7つの脅威の部屋に分かれたパノラマ空間を通して来場者を没入感のある旅へと誘う。メイドインイタリーブランドの中心であるファッション業界に敬意を表してスワロフスキーマスターズ・オブ・ライトはミラノのために再構築され歴史あるファッションハウスがデザインした50以上のクリスタルを装飾した素晴らしい衣装を一堂に集結。イタリアのブランドであるプラダやミューミュー フェンリー・クチュール、ブッチ、ジャンニ・ベルサーチとドナテラ・ベルサーチが手掛けたアトリエ・ベルサーチ・ジョルジオ・アルマーニによるアルマーニ・プリベなどが並ぶ。またハリー・スタイルズ、ケイティ・ペリー、ビヨンセなどの世界的なスターが着用したきらびやかなステージ衣装やレッドカーペットのルック・ジュエリーピース、オブジェ、クリスタル、そしてこれまでに作られた最大のクリスタルチャトンを含むユニークなコレクションも展示されている。モデルプレス編集部。